はい、おはようございます。キクチャンネルのキクちゃんです。今日はね、盆休み明けで今日は契約決済がね、一件、恩師の、家を売却する案件が一つあるんですけど、正直それだけなんですね、今日はね。まだ盆で開けてない人も結構いますんでね、仕事っていうのはそんなに今日は入ってないんですね。まあそれよりもね、昨日、一昨日とね、子供と一緒に、子供とね、友達の家族と一緒に、避暑地にね、行ってきました。そこがね、どこか言ったらね、兵庫県の八高原、八北ってね、スキーとかね、よくスキーをね、よくするところなんですけど、社会人になった時ね、よく行ってたんですよ。ほぼね、冬は毎週と言っていいぐらいね、スキー焼けくれてましたね。で、学生の時はね、スキー実習でそこを、の泊まったね、ペンションっていうかな、そこにね、同じところに泊まりましたよ。昨日行って初めて気がついたんですけど、なんか懐かしい感じするな、また中学校の時のね、スキー実習がそこだったんですね。作りもね、中の感じももう全く当時のまんまでしてね、朝日ロッジっていうところなんですけど、趣のある建物だったんですね。で、すぐ隣がね、体育館になってましてね、朝の5時頃からね、剣道の合宿をやってるんですよ。朝からね、メーンとかね、って神声の声がね、もうワンワン響き渡ってね、もうゆっくりできなかったですね。まあでもね、そういうのもね、やっぱり夏の思い出かなと思いましてね。合宿するその中学生かな、高校生ね、ちょっと幼いかな、中学生ぐらいの子らね、30人ぐらいがいましてね、各校合同でね、やってるんですけど、そのご飯食べる時も先輩後輩のね、縦割れのね、厳しい檄が飛んでましたよ。後輩がね、さっと来てね、こうご飯をこうよそったりとかね、ああいうなんていうかな、縦社会っていうかな、ああいうなんていうかな、ああいう、僕らあんまり経験してこなかったんですけど、厳しいね、教えなんかをね、先生から指導されてたりとか、いろいろ見ましたよ。そういうのはやっぱり変わらんだよなと思ってね。でお部屋もね、値段が手頃だったんでね、全然そんな不満じゃないんですけど、合宿っていう感じのね、お部屋でしてね、畳の部屋、テーブル一丁で、布団引くだけの部屋なんですけどね、懐かしいなーなんて思いながらね、過ごしたんですけど、その残念なのは天気だけがね、残念でしてね、2日とも雨だったんですよ、ずっとね。ただね、子供たちはもう雨だろうがなんだろうが関係ないんですけど、その八高原ではね、気温がね、17度とかなんですよ、一日中ね、17度、18度なんですね。で、夏で18度でも秋ぐらいですからね、感覚で言うと、その中でもプール遊びしたり、イワナを取ったりとかね、手づかみでイワナを取ったりとかするんですけど、水が冷たいんですよ、ほんと冷たいですね。寒いですし、雨も降ってますしね、そんな中元気でね、子供たちははしゃぎ回ってましたよ。それはね、やっぱり来てよかったなと思いましたね。僕はね、夏の間ね、子供とキャンプ、小学校今年から上がってますんでね、夏休み、いろんなとこに行こうと計画はしてます。そのうちのね、3つは計画してましてね、
うち2つがねもう終わったんですけど、残り1回がね、あの子供と2人ね、あの今度男同士2人旅でね、高知県の方にスキー合宿、サーフィン合宿に行こうっていうのをねちょっと計画してましてね、まあそういうのをね、いろいろ経験してね、大人になっていってほしいなと思ってますんでね、いろいろ2人で歩こうかなってちょっと思ってます。まあそんなことでね、週末ね、まあ、友達の子供、まあ、女の子3人なんですけど、まあ、元気でね、もうずっと騒いでね、まあ遊んでとか何々してみたいな感じで、ね、ずっと引っ張り回されてね、クタクタですよ今日。ほんとね、うちどこにもねせがまれてね、あんまりねもう寝てもね、もうなかなか疲れ取れないですね。夏休みのねお父さんお母さんっていうのはね、まあ、子供自分のためというか、まあ子供のため家族のためにね、まあいろいろこうやって努力というかね、まあ思い出作りにね励んでいるんだなっていうのをね改めてね感じましたしね、僕もねちっちゃい時やっぱ親父とかね母親にねいろいろ連れて行ってもらった記憶がやっぱありますんでね、僕も子供にはねいろいろ、まあ自分の時間って言うてもね大したことないんでね、まあ子供との時間をね大切にしていろいろ、まあ冒険できたらなと今はねそう感じてます。短いですけどね、今日はこれで以上です。ありがとうございました。